競ってくれたらチャンスはあるなと思ってましたけど、展開に恵まれました。行く、ザクッとハンドル、予選から差しのハンドル、2号艇の白井がトップタイミングです。そのままグッと出ていく2号艇の白井英治。さあ2コースからまくり体勢、2号艇の白井、残せるか1号艇谷村、さらに4号艇の辻、バックでは2号艇の白井英治が先頭です。本当に皆様に感謝です。引き離した峰龍太、続く2号艇篠崎もここへ行ってくる、それぞれ2年前に同じこの、ね、レースでちょっと悪夢見ましたんで、このレースでねしっかり借り返してよかったです。苦難の道をそれをなんかいい力に変えて、そうですね、はい、本当に一節間本場でたくさんのご来場とご声援本当にありがとうございました。こうやってまた2つ目の SG 取れましたんで、また年末に向けてしっかり走っていきますんで、また応援してください。ありがとうございました。スタートしました。4コース4号艇川原、5コース5号艇ミーショ、コースタート。4号艇の川原伸びるか、しかし1号艇新田が先に回る、握っていく4号艇川原、跳ねのける、逃げた1号艇新田が先頭、2番手4号艇川原の内側から迫ってきたのは5号艇ミーショ高原です。4番手から2号艇岡と3号艇坂口がついて、スタートは正常でした。1周にマーカー1号艇新田雄志がクリア、2番手争い小回りする3号艇坂口、握ってかわしていったのは4号艇川原、5号艇ミーショ。2周にマークは独走で1号艇新田雄志がクリア、2番手4号艇川原ゆき、最終周回1マークです。1周1マークでは4号艇の川原も伸びかけたんですが、しかし逃げました。1号艇新田雄志が先頭です。対岸のツツジの花は姿を消しつつありますが、水面では満開の花を咲かせました新田雄志。今節は間違いなく地元のエースとして大役を務め上げました。地元周年は嬉しい初優勝、最後切り込んでくる4号艇川原も、なんとかここは1号艇に行ったが振り切れるかどうか。さあ最後は外並んだぞ、4号艇の川原大逆転ゴール。2番手1番に行った3番手は2番岡、そ今年の G1 筒井賞覇者川原優輝選手です。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。実はまだ私は興奮冷めやらぬところなんですけども、茅原選手どうでしょうか今は。いや僕もびっくりですね。僕もびっくりです。はい、1番6番2番5番3番4番です。スタートしました。3コースがだいぶ遅れた体型、1コース1番竹本も少し遅れました。さあ6番の城滝が2コースまくりの展開、2段まくりで行くのが5番の馬場、内から立て直して2番の坂本が指していく展開。さあ先頭ここで6番の城滝は抜け出してリードは2手進。スタートは前提正常でした。並んだ2番手はインコース2番坂本、アウトコースに5番の馬場、内からは3番鹿島やってきた。さあ2幕の旋回ちょっと行き場なくした5番の馬場、さあしっかり形になりますが、さあ2番手以下横に広がる攻防、内から1番の竹本追い上げてきました。アウトコースには2番の坂本、インコース1番竹本並んでいます。そして内をついてという形で5番の馬場、横に広がっての1幕5番の馬場、外を回る1番の竹本、竹本は少々ターン流れ気味、ここで一気に2番手浮上は5番の馬場、その後ろの争いは内枠3艇の3番手争いと変わります。焦点は3着争いの展開。さあ最終の1幕、内からやってきた3番鹿島が先に丸、2番の坂本が差し返す展開。さあ両者ともにやや波に飲まれた展開も、3番の鹿島は交代し、ここで2番の坂本が2点進リードを取ります。上位2人は抜け出していますが、先頭2番手差が詰まって最終ターンマーク、6番の城滝丸スピードをつけて内から5番の馬場、最後届くか、先頭争いもつれてきた、先頭争い最後内からかわしたか、まもなくゴール、5番6番の順で合輪。人気の平高の陰線角は4号艇中村、第12レース進入内から1番2番3番4番5番6番です。
スタートしました。わずかに3号艇がへこんだ格好、好スタートから出てくるのが4号艇中村、うち3番を飲み込みに行く、まくっていく4号艇、外行った3号艇にまくり出しは5号艇、陰線1号艇バック側に入りますが、さあここは角まくり一撃、先頭は4号艇中村桃香、リード2停進で5号艇大滝が2番手追走、その後ろは1番6番3番と3艇並んでいます。スタートは正常でした。2マークトップで4号艇、続いていく5号艇、握り込んでいった1号艇、そして小回り応戦6号艇でホーム外に帰りますが、さあ6号艇小野が交戦会から前に出ました。しかし6番5番1番まだ間隔わずか、2周の1マーク、6号艇が5号艇の前を塞ぐように回って追っつけた3号艇を差し返す1号艇の平高、バック側に入って先頭は4号艇中村、2番手は6号艇の小野、定間開いて3番手1号艇平高優勢も、内から5号艇大滝が立て直して並んでいきます。さあ潜り込んできた1号艇の平高、しかしここはかわせるか6号艇小野ですが、ここは1号艇平高が交戦会、6号艇小野を完全に捕まえて2着争い並走に持ち込んできました。内に1号艇平高7、アウト側に6号艇小野聖奈で、これから最終周回の1マーク、さあ1号艇平高に対して握り込んでいった6号艇の小野、バック側に入ったところは逆転です。1号艇平高7が前に出まして、体型は4番1番6番と変わりました。このまま4番1番6番で決まりますと、3連単のオッズは 44.5 倍、ラストターンマーク。さあ今日はシリーズ2勝目となります。4号艇中村、接近の2番手1号艇平田が土壇場並んできました。さあ1番か4番か、トップラスト接戦です。第12レース、1番4番4番1番接戦でゴールイン、6番ゴールイン。競争1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。角4コースから4号艇中野浩二が好スタートも、3コースからグイッと出たのは3号艇小池君をまくっていく1号艇抵抗懐、飛び込んでいくのは4号艇中野浩二、さあ水準差に向かって単独先頭に躍り出ました。2番手争いは1号艇西村秀樹に、最内から6号艇秋山直之迫ってくる、後方は5号艇3号艇2号艇、第7レーススタートは正常であります。1周2マーク4号艇中野浩二、内から6号艇秋山が迫ってくるが、先手を取って4号艇中野が先頭キープ。しかし2番手から6号艇秋山直之、しかしその差は4停進ほど、1号艇西村秀樹3番手、上位体系4番6番1番の体制となっています。しかしがっちりと先頭を守って3停進リード、4号艇中野浩二、2番手は6号艇秋山直之、1号艇西村秀樹3番手となっています。2周に回るからホームストレッチ、慎重に回る4号艇中野浩二、しかしシャープに打ち打ったところグイッと一気に手を並べていくか、6号艇秋山絞り込んでブロックしようとするが、捉えた6号艇秋山直之、4号艇中野も執念で先頭を守ろうとするが完全に並んだ、6番4番1番か形勢逆転、6号艇秋山直之3周1マーク先手を取る、鋭く打ちを狙って飛び込んでいく4号艇中野ですが、バウンド交代、惜しくも2番手に交代となった。見事にここは大逆転成功、6号艇秋山直之が先頭、4号艇中野浩二が2番手、そして1号艇西村秀樹3番手、上位体系6番4番1番で最終コーナーに入ります。3連単641で決まると404倍ちょうどとなりました。6号艇秋山直之実力見せた、そして惜しくも4号艇中野浩二2番手641か、先頭6番秋山ゴールイン、2番手4番中野ゴールイン、3番手は1番西村、1番2番3番4番6番ダッシュ5番です。スタートしました。インコース2コース、そして6コース5号艇古川、この3艇コーススタート石の字幕です。2コースからまずはまくってくるのは2号艇増田圭司、内側ついてくる3号艇鈴木、さらには6号艇峰、最後内からは4号艇瀬野、バックに入って先頭争いですが、わずかに3号艇鈴木が優勢。ホームステッチに戻りますが、先頭を守るのは3号艇鈴木、2番手から猛追は6号艇峰、3番手には4号艇瀬野となっています。レースは2周2マークです。先手は3号艇鈴木、外に持ち出してもう一度差し込んでくる6号艇峰、ホームステッチも少し へさきが浮いて先頭3号艇鈴木がここも踏ん張っています。しかし内側から粘る一定審査は6号艇峰、3番手は2号艇増田が単独、3番6番2番最終周回です。熾烈な先頭争い、トップ3号艇鈴木にもう一度内側ついた6号艇峰の差しハンドル、今度は届いた、内側から6号艇峰龍太、外から3号艇鈴木シューマン、2艇がぴったりと並んだ、そして3番手に2号艇増田、レースは最終コーナーへと進みます。ラストコーナーからホームストレッチです。6号艇峰龍太がここはコーナー先取り、3号艇鈴木シューマン刺そうとしますが、ここで先頭抜け出した6号艇峰、2番手には3号艇鈴木、3番手は2号艇増田が優勢。
先頭6番峰五輪、2着3番鈴木五輪、1番2番6番3番ダッシュ4番5番の体型。スタートを切りました。5コースから好スタート、4号手の伏田博隆、さあ仕掛けていきます。シルトサンドがうなりを上げた。伏田博隆まくり切った。2段で5号手の佐久間、あと1号手残せるかですが、4号手伏田が先頭。スタートは前提正常でした。これがチルトサンドだ。ブス島を沈めた。伏田が先頭。立ち直して1号艇ブス島、2番手、3番手が5号艇の佐久間、あとは2号艇、6号艇、3号艇ついていきます。1周2マークは4号艇の下から続いて1号艇のブス島誠、しかし追い上げてくるでしょうか。1号艇好旋回です。前との差を少し詰めています。さあ4号艇伏田ですけれども、リードはわずかに一定止になってしまった。1号艇ブス島が追い上げていきます。この両者ラインがクロスしていきました。そして3番手のところも2号艇、6号艇、5号艇、3艇が競っています。2周1マークたっぷり開いた1号艇ブス島、差しを狙いますが、ここは少し端マークを漏らしています。4号艇伏田、伏田がトップをキープしていますが、回ってからつながっていく1号艇のブス島です。定間は2停進ぐらい、この距離ならば射程圏内と言えそうです。そして離れた3番手のところは2号艇山崎がリードしまして、現在上位4番1番2番、2周2マーク。さあ4号艇に対してここは全速出して1号艇ブス島入っていった。さあトップ争い、1号艇捕まえた、藤田捕まった、ブス島見事な2周2マーク全速の差し込み。ブス島が現在判定進リード、ファイナルラップで入っていきます。3周1マークを迎えます。先頭1号艇のブス島に対して捕まえ観光4号艇の伏田ですが、流れました。ブス島が先頭、2番手が4号艇の伏田、そして3番手2号艇山崎、上位体系は1番4番2番で残り半周、その後ろ6号艇厚見、5号艇の佐久間、最後方3号艇山口、ラストコーナーを迎えます。1周1番完璧なまくりだった伏田なんですが、ボートは3周あるというところをお手本を示すようなレース。2周2マーク鮮やか全速出してきたブス島、予選全勝、7戦7勝、1着のゴール、2着4番伏田、3着2番山崎五輪、その後ろ5番6番2秒1秒今スタートしていきました。コースタートはインコース2コース1番6番ダッシュ勢から4号艇5号艇ですが、1マークはまず逃げる1号艇の藤丸、握っていった3号艇4号艇、刺して6号艇5号艇2号艇と回って、さあバックスイッチは1号艇で陰線からの藤丸光一、一定進で迫ってくる6号艇の桐生順平で、早くも人気の両者1番6番一定進、あとは3号艇後ろ4番5番接戦状態、最後方に2号艇となっています。なおスタートは正常でした。ライン端マークまずトップで待って1号艇の藤丸光一、その後ろ握ってくる6号艇の桐生順平、懐から攻めてくるのは3号艇4号艇ですが、先頭1号艇2番手6号艇人気の両者変わらず、3番手は3号艇の東純喜でレーサー2周目となります。先頭には現在1号艇ですが、後ろ差を詰めて6号艇の桐生、3番手に3号艇の東が上がってまいりました。2周目で出したマーク、トップで待って1号艇の外から全速で6号艇の桐生純平ですが、さあ届くかどうかですが、1号艇6号艇差が縮まってまいりました。現在1号艇の藤丸光一、一定進で6号艇の桐生純平、その後ろ大きく水が空いて3号艇の東純喜、あとは4号艇、後ろは5番2番の順になっています。ライン端マークトップで回って1号艇の藤丸光一、そして2番手また握って回って6号艇の桐生純平ですが、ここもわずかに1号艇がしのいでいまして、一定進で6号艇、3番手3号艇、現在は163で最終周回へと入ります。先頭は1号艇陰線から踏ん張っています藤丸光一、2番手から猛追6号艇の桐生純平、最終周回から第1ターンマークも1号艇の外からまた握った6号艇の桐生純平ですが、ここでアウトから抜いてつけまい決まった6号艇の桐生純平、ここで6番と1番と人気の両者が6番1番に変わって、その差は2停進から3停進、後ろ3号艇で613で最後のスリットラーを通過、あとは4号艇5号艇2号艇の順、先頭6番ゴール1番ゴール